藤波並治む2月27日から1972年10月18日は、大正から昭和にかけて活動した実業家。主として、電気事業に関係した。元は、電気技術者。戦前期の大手電力会社大道電力で、常務取締役まで昇進し、日本初送電理事、関東拝電副社長を経て、戦後は、北海道電力社長。 会長、電源開発総裁を務めた。大分県出身。藤波治は1888年2月27日、藤波久文の六男として、大分県早見郡吉木つ村に生まれた。聖火は、吉木つ城の九城下町の一角である北台にあり、藤波家は父、久文の台まで、吉木つ藩主であった。は、男子6人、女子4人の兄弟姉妹の子で、 23歳年上の長兄に司法官となり大臣院判事などを歴任した藤並元を一つ上の兄に陸軍の軍医となり軍医総監を務めた藤並忠がいる。大分県立月中学校を経て1905年、熊本の第五高等学校に入学。1908年に卒業し、上京して、 東京帝国大学校科大学電気工学科へと進んだ。1911年7月東京帝国大学を卒業。同時に東京の絹川水力電気株式会社に技師として入社した。同社は栃木県北部の絹川上流に発電所を建設して東京へと送電する構想の下、入社前年の1910年10月に設立されていた。 電力会社である。社長は大分県出身の都市密鶴松。入社早々、東京の拠点として、郊外の小倉に建設が進む東京変電所に赴任し、変電所長に任せられた。その後、絹川の下滝発電所から、東京変電所への送電が開始されたが、この完成を機に絹川水力電機は、人員整理を実施したため、 藤並は1913年8月に退職した。工事担任者として建設に当たった静母発電所しばらく浪人生活を送った後、帝大時代の恩師、山川義太郎の紹介により、福沢桃介と面会し、1914年3月、福沢が経営する愛知県の電力会社名古屋電灯株式会社へと入社した。当時、同社では、 基礎川開発を手掛けるべく臨時建設部が新設された直後であり、藤波は臨時建設部に義手として勤務することとなった。主任、杉山久志の下に、藤波、石川英二郎ほか一名が所属するだけという小さな組織であったが、順次増員され1916年2月には、総務、電気、土木の参加を設置。この時藤波は、 臨時建設部電気課長となった。1917年3月、外遊を命ぜられ、横浜港を出港、アメリカ合衆国へ渡る。ゼネラルエレクトリックや、ウェスティングハウスエレクトリックの電気工場、各地の発電所などを視察し、ヨーロッパ経由で11月に帰国した。翌1918年9月、名古屋電灯から臨時建設部を分離して、 電源開発を担当する新会社基礎電機、製鉄株式会社が発足すると、藤波は、同社の電気課長に就任した。1919年11月、同社によって基礎が足波,波発電所が完成したが、この建設工事では、藤波は、電気部門の工事担任者の一人であった。名古屋伝統、大道電力所大社長、福沢ももすけ1919年11月、 基礎川の電力を関西地方へと送電するべく大阪送電株式会社が設立された。藤並は同社の電気部長に就任。さらにこの大阪送電と基礎電気工業に日本水力の3社を加えて1921年2月大同電力株式会社が発足すると同社の送電課長となり、常務の近藤茂の下で基礎から大阪へと至る。 長距離送電線の建設にあたった。しかし1921年秋頃より体調を崩し、12月には名古屋を離れて小田原へと移って療養生活を始める。1年以上経った1923年3月に復帰し名古屋へと戻り、ついで大阪へと転勤、同年9月には技術課長に任せられた。1928年12月。 大道電力取締役に就任する。技術課長との兼任で営業課長の有村真之助らと共に選出された。取締役となると営業担当ではないにもかかわらず、営業方面の仕事も引き受けるようになり、1929年の夏から秋にかけて、東京電灯との間で電力受給契約について交渉が行われた際には、頻繁に東京へ出張した。 1931年12月の重役整理の際、支配人に就任、同時に営業、公務の担当者を入れ替えて藤波が営業担当に回った。翌1932年12月、大道電力の常務取締役に選出される。大阪支店に常駐し、大道の最前線を取り仕切り、1933年春に、 浮上した宇治川電機を相手とする工房戦では、大道からの受電を削減しようと試みる同社に、大使交渉を続け、最終的に低新商による実社に、有利な裁定を勝ち取った。大道電力二代社長、日本発送電所代総裁、増田次郎1938年4月、電力の国家管理を目的とする、電力管理法が交付され、 国策会社日本発送電株式会社の設立が決定する。その裏で、藤波が属する大道電力は国家管理が経営に与える影響が大きかったことから資産負債一切を非発へ上した上で解散することを決めた。解散は翌1939年4月2日付で実行に移されたが解散後の生産人とならない役員は 解散に先立ち辞任手続きを取ることとなったので、藤波も同年3月30日付で常務取締役権支配人を辞任した。1939年4月1日、非発は創立総会を開催し発足する。大道電力からは社長の増田次郎が総裁に常務の藤波と長松り熊が常務理事にそれぞれ就任した。藤波は 電気工作物の運用、保守、改良及び電力の配給を司る、公務部の部長につき、大道電力時代に担当していた、経営方面ではなく、技術方面にて活動することとなった。1940年7月の機構改革で、理事部長制が社員部長制に改められたため、藤波は、公務部長から降りて、電気建設部、土木建設部、機械建設部、 建築家の担当に代わる。さらに1941年5月、マスダの公認総裁、池尾義蔵による気候改革で、総務、営業、建設の3局が置かれるとこのうち建設局長を任された。翌1942年7月再度の気候改革で公務局長となり、1943年12月の荒井正治新総裁による気候改革では、 運営部門を司る業務局長となった。1944年4月、荒井総裁は派閥形成や寄り合い所帯の弊害を解消するとして、本人曰く無軌道な人事を断行し、藤波を含む3局長を罷免した。藤波の公認業務局長は安蔵康介日発理事を辞した藤波は関東拝殿株式会社に転出し、 同社副社長に就任した。同社は廃電統制令に基づき、東京電等の事業などを統合して1942年に発足した関東地方を供給区域とする国策廃電会社である。当時社長は元定身時間の平沢要で、批発総裁となった前社長の荒井を追って、副社長であった安蔵も批発に転じたので交代で、 藤士波が入った形となった。関東配電副社長として、太平洋戦争の終戦を迎え、戦後の公職追放との関連により1946年5月30日付で、辞職した。戦後の電気事業再編成を主導した、松永安左衛門戦後、国策会社の日本発送電と、各配電会社を再編する、いわゆる電気事業再編成に際して、藤士波は、 電気事業再編精神議会委員長、松永康左衛門の下で、日本初送電の解体と発送配電一貫経営の旧電力会社新設を起こしとする松永案の作成に加わる。電気事業再編成が実行に移されると、松永の依頼で、北海道電力株式会社の初代会長に就任することとなった。北海道電力は1951年5月1日、 発北海道支店と北海道拝電を再編して、北海道を管轄する電力会社として発足した。発足時の重役は会長に、藤波治、社長に、元北海道拝電社長の山田義偉、副社長に、元日発北海道支店長の永田念及び、北海道拝電常務の藤森健造という、人用である。1五十二年五月、設立一年を機に、 山田義偉が社長を辞職すると、藤波が会長から転じて二代目社長となった。北海道電力発足後、第一の課題は、電力不足の解消であった。同社は、全身会社からの引き継ぎの発電所建設を進めると、共に、四別川水系や、総運橋の新規開発に乗り出し、ぬかびらダムの開発を委ねた、電源開発株式会社と共に、 道内の電源開発にあたった。電源開発や設備改良の結果、1953年9月に電力使用制限の解除を達成した。1956年には、その後半世紀にわたる大事業となる、日高電源一貫開発計画を発表、開発の期間となる奥二ギカップ発電所の建設に1958年により着手した。 1960年5月、会社設立10年目にあたって新たな社長を迎えることとなり、藤並は元商工時間で日本商工会議所専務理事であった岡松聖太郎を招いて三代目社長とし、自身は取締役会長に就任した。2年後の1962年5月には会長から退き相談役となっている。会長となった後は、 グループの北海道景気工業や北電工業にて社長に就任したほか、北海道産業開発会議議長、北海道消費者協会会長などを務めた。1964年6月には財団法人原子力安全研究協会が設立されると初代理事長に就任した。北海道電力相談役時代、1966年出版の 日本電力大幹において、当時78歳の藤波は、東京電力の管理への助、九州電力の安川大五郎と共に、業界の三長郎として紹介された。この年の5月、北海道電力相談役を退任。ついで8月28日付で、電源開発促進法に基づく特殊会社、電源開発株式会社の第6代総裁に就任した。 総裁着任前の電源開発株式会社は、電源開発解体論や開発をめぐる、東京電力東急電力会社との主導権争い、吉田角田前総裁と副総裁、大堀博との対立などの問題を抱えており、これらの関係を調整し業界の融和を図ることのできる業界の大物、ということでの新総裁抜擢であったという、就任後解体論に動きがあり、 1967年8月に行政管理委員会によって設立目的がほとんど達成されたとして電源開発が今年度中に廃止すべき特殊法人の一つとしてリストアップされるに至る。この際藤波は反論を一切控えたが通産省が反発し最終的に存続と決定している。総裁の任期は1968年8月までであったが再任。 二度目の人気切れとなる1970年8月を前に恒例と更新に道を譲ることを理由に辞意を明らかにし、8月27日付で総裁から退いた。後任には副総裁であった大堀博が就任した。なお人気中の1967年5月に日本原子力発電の非常勤取締役に就任し、 1971年5月までの4年間在任した。総裁退任の2年後の1972年10月18日、肺炎と心臓衰弱のため、東京都世田谷区の自宅にて死去した。満84歳没。ありがとうございます。